ザ・ソサイティは2019年に配信されたアメリカ合衆国のテレビドラマシリーズ。大人が突然消えた街に残された高校生たちを描く。企画、制作はクリストファー・キーサー。制作総指揮、監督はマーク・ウェブが務める。出演はキャスリン・ニュートン、ギデオン・アドロン、ショーン・バーディなど。2019年5月10日にネットフリックスオリジナル作品として、 全世界へ配信された。本作はシーズン2への更新が決定していたが、COVID-19 の影響で制作中止が決定した。学校行事のキャンプが中止になり、予定より早く家に戻ったウエストハム高校の生徒たち。しかし、街から大人の姿が消えていた。残された高校生たちは戸惑いながらも謎の解明に奔走する。ザ・ソサイティのキャスト。 上段左からキャスリン・ニュートン、ショーン・バーディ、ナターシャ・リュー・ボルディッツクリスティン・フロセス、レイチェル・ケラー。2013年、クリストファー・アー・キーサーとマーク・ウェブはショータイムに本作を提案したが、断られていた。2018年7月24日、ネットフリックスが本作の制作を発表した。シーズン1の撮影は、2018年9月から11月にかけて、 マサチューセッツ州ランカスターで行われた。2019年7月9日、第2シーズンへの更新が発表された。本作は批評家から好意的な評価を受けている。批評集積サイトの6点トマトズに36件のレビューがあり、批評家支持率は86%、平均点は10点満点で7.44点となっている。また、メトクリティックには9件のレビューがあり。 荷重平均値は66、100となっている。ありがとうございます。